最初からいる電ポケ未来人、このポケモンの名前は未来人分かってるけど、未来人、未来人と古来人なんでしょ未来人、未来人大丈夫、多分未来人の前を行くなっていうことや、これ戦って未来人、未来人めっちゃかっこいいやん。未来人ってこの子の名前なんで知ってんの。未来人は普通のトレーナーが使えるポケモンじゃねえ。未来人の世話が務まるか俺が試してやろうか。推薦は未来人のボールを大切なものポケットにしまった。未来人のボール、未来人のボールもろだ。かわいいね未来人。未来人もボールに入って一安心だ。君は未来人という不思議なポケモンを連れているな。あぎゃー、あ、出ちゃダメだよ未来人。実は未来人は僕が管理していたポケモンでね、水星には引き続き未来、あー危ね、未来人を可愛がってほしい。未来人は今弱っており、戦闘能力を失っている。なんで未来人って呼んでるんですか。え、だって未来人って名前のポケモンだから。未来ドンって言ったら配信終了し終わりですかそんなことはないけど、アカデミーも全力であなたをサポートしますから、託されたミライドンと共に学生生活を楽しんでくださいね回収派、配信そろそろ待って、なんか自由にどのルート行こうかなっていうところになってから配信終了するから。